私の方から伊藤委員の私のところでの、事例報告をさせていただきます。これは私のところですが、私のところの伊藤委員があったとしたら、今回はですね、以前報告した診療所ですね、僻地の公民館でやった事例、それから、患者さんのところの、訪問診療でやった場合、そしてあと施設とつないでやった場合という形で、そのような形で今までやってまいりました。これですね、伊藤院と患者宅、もしくは施設ということで、私の場合はナラティブックを使ってやったことを中心にちょっと報告させていただきますけれども、こうやって医師があって、相手側があって、それで基本形は D2P with family、もしくは D2P with M、それでこれからは D2P with staff、もしくはサポーターという形で進めていけばよろしいのかなというふうに考えています。これ、先ほどちょっと書きましたけれども、ナラティブックを利用した患者さんのバイタルデータの収集とビデオツアーを使った画面でございまして、前回先ほど出した内容でございます。iPad ですから、スプリット機能を使いますと、ここにナラティブックの内容が出てきますので、ここに書き込むことができますので、先ほどの菅先生の対応はここでできるのかなというふうに思っています。患者さんがいて、医師がいて、ここのところにナラティブックが出てきますので、ここに入力ができます。で、これが施設に入っている患者さんとオンライン診療。この場合ですね、92歳の女性ですけれども、これがナラティブブックでございますので、ここのところに書き込むことができます。で、施設の看護師さんが患者さんと医師の間を取り持った形で D2B with N でオンライン診療がやったところでございました。去年はこれ103歳の患者さんと一緒にやったところ、これ私のところの森の保健室というところからつないだ、画面でございますけれども、今この方は今続けてオンライン診療をやっております。オンライン診療に関しましては、ここで予約をしっかり取りまして、何時何分にやりましょうという形で相手側 と、しっかり調整をして行ってますので、時間さえ調整できれば何とかなるのかなと思います。これはですね、 ALS の患者さんで72歳の男性で訪問診療をしている患者さんです。これも朝時間を決めてテレビ電話オンライン診療を行って、8時25分から35分の間に毎日で毎回電話かけて、毎回というか電話かけて、それで病状を確認しています。このような形で、相手の患者さんとつながっているということで、これがナラティブックですね。で、この胃ろうをやってますので、ここのところの状況、それから ALS ですから、こういうふうに舌が乾燥している状況も確認できますし、これ実際の画面ですね。で、これが亡くなる3日前の写真でございますけれども、私がここでオンラインやってますので、ここで意外と画像は綺麗な形でできています。で、この過程の中で必ずここに猫が出てくるんですね。猫と一緒にこうやって写ってるっていうのが、とてもいい画面というのかな、素晴らしい生活をしていたと思います。で、これがですね、秋田大学と D2P with T が実現しました。で、ですね、秋田大学の神経内科の先生と、つながってたんですね。で、難病コーディネーターの方がすごく苦労していただきまして、こういう形で、こちらの方が秋田大学での画面ですね。で、ドクターと難病コーディネーターがいます。で、これが患者さんで、これが自宅で、私が行った時につないで、このような形で、秋田大学との D2P with T が今年実現しました。ここのところに秋田大学とのオンラインテレビ電話が実現と。大学では初めての試みとのこと。患者さんは感動で涙を流されて、ここで涙が流していたところの写真もあるんですけども、今回出します。ここがそうなったかなということで、こういう形で写真を撮りました。で、取り組み事例で得た知見でございますけれども、これ昨年と同じような形ですけど、少しブラッシュアップしています。オンラインを活用したモデルについて、県民が健康で安心して暮らすことができる地域の実現を目指すということを先ほど話した内容でございます。患者さんの状況を画面上で顔を合わせながら確認することがまずできると。在宅施設の看取りにおいても活用できます。それから、実際にこの看取りにおいても、患者さん、with N でどういう状況かっていうのは、テレビ電話で確認できましたので、とても良かったかなと思います。患者さんが機器を操作できなくても、医療介護従事者がつなぐことができれば、これは可能だと。多職種が本人や家族を中心にカンファレンスができる。
患者さんが、がんの患者さんですけども、終わった後ですね、つないでですね、デスカンファレンスという形のものをできました。で、こういう形で、カンファレンスができるというのも、これから、いろいろ進めていくことができるかなと思います。ということで、今後は過食者が関わった場合の評価がやっぱり必要だと思いますので、今までの今回の実証をまとめて評価をしていきたいと思います。で、成功の秘訣は多職種連携間のエンパシーであると。それから機器の使い方の習得はもちろん必要です。患者さんの状況、口腔とか皮膚の状況などはオンラインで確認できます。先ほど示した通りでございます。この中でも感染のリスクが軽減できるか、それから患者さんや家族との判断できないところはテレビの動画撮影をしておいていただくということ。それから薬剤師と医師の間で患者さんの状況を見ながら薬の調整もできるだろうと。服薬指導、電子処方箋については今後さらに進めていかなければいけないということであると思います。医師間の相談、D2D、主治医、副主治医間ですね。これは今後さらに進めていかなければいけないというふうに考えております。で、有用なケースですね。無医地区、過疎僻地に対応できる活用モデル、いわゆる医師不足や医師の偏在地域で使用すると、有用であると。それから住民の安心感をそれによってもたらす可能性があると。巡回診療地域でもこれは応用できるだろうと。それから今問題になっている医師の労働、働き方改革にきっと寄与するであろうと。在宅、それから居宅の医療を行っている患者と家族に対しては有用であると。それから、がんの終末期の多職種連携対話モデルとしても活用できると。で、一人暮らしの通院困難の患者さんでの活用。それから、冬季天候不良時の交通弱者での活用。高齢者の糖尿病のサポート。インシュリンの自己注射など。それから、何回も言いますけども、感染予防としてコロナ禍のオンライン診療。それから病状が安定して通院の時間制約のある患者さん、待ち時間が短縮するというのはできるというのは先ほど皆様がおっしゃった通りでございますね。では、有用ではないと思え、有用だと思えないケース、ね。緊急事態や即時対応ができないときには電話とかやはり動画通話、例えばフェイスタイムの方が間違いなく役に立つと思います。リアルにつなぎたくても、つなぐタイミングを測る必要があるということで、スケジュール設定ですね。何時から何時何分につなげましょうとか、予約システムというのはこれからできますので、そこを考えればいいかなと思います。それから、動画が効果的な場合があるか、緊急時に対応できるかは別であると。それから、参加できる IT のスキルがなければ、絶対うまくいかないと思います。例えば、WithN だと保管できるので、Dr.2P,WithN、そういうものをどんどん使っていけばいいと。何度も言いますけど、通信環境は秋田は悪いんですね。山間部、部屋の中など悪いと使えませんので、そこも考えなくちゃいけない。端末の準備ができないケースもあるし、スキルや機器の課題はやはり高いだろうと。それから、医療機関同士のスケジュール調整は難しいと思うので、そこはこれから考えていかなければいけないということでございます。必要な要素ですね。オンライン診療において、医療機関、患者側に都合の良いケースを今後検討していく。端末やバイタルデバイスの解除スキルの向上がやっぱり必要です。無医地区、過疎僻地、巡回診療の活用を今後さらに模索していく必要があると思います。オンライン診療の普及に関しては理解不足もあり、必要性を感じていないやはりお医者さんもおります。オンライン診療を正しく理解する素地を作る必要がやっぱりありますので、共通理解を得られる活動、いわゆる研修会とか e ラーニング、そういうものをどんどん進めていく必要があるとは思います。それから報酬ですね。それに関しては、会場スタッフの人件費に見合うものも検討、そういうものを必要だと思います。それから、これからやっていかなくちゃいけないのは、情報漏洩、不正アクセスなどのセキュリティ対策ですね、リスクの対応、参照3ガイドラインを厳守するというか、遵守する、そういうことが必要だと思います。最終的に本人確認と医師の確認方法を検討、かかりつけ医登録というのが必要になるので、ナラティブックでかかりつけ設定をすることによって、そこは、カバーできるのかなというふうに考えております。ということが私の伊藤院の、報告でございました。何か質問とかございますでしょうか。はい、どうぞ。厚生医療センターの柴田です。私、5年前まで本庄第一病院に行った時に、多分先生に勧められたと思うんですけれども、ナラティブブック、オンラインじゃないんですけど、ナラティブブック
を1回だけ経験させてもらいまして、まあ、往診、在宅看取りの方に往診して、ナレティブブックを使っていました。で、何が一番良かったかって言いますとですね、遠方にいる親族の方、大阪とか東京にいる、患者さんのお嬢さんですね、が、もう、ほぼリアルタイムに近い形で何が秋田で行われているかっていうのを知ることができたっていうことで、とっても良かった。時々、我々経験する、首都圏にいる普段来ない親戚がやってきて、現場で形作られたものをぶち壊して帰ってくるというのが一切ない。非常に良かったんです。で、一回は、大阪からやってきて、初めて会った時だったんですけども、ああ、先生、いつもどうもありがとうございますということで、毎週会っているかのような感じで話が入ってきました。なので、今のオンラインのやつにも、そういった形で遠方にいる方々もこう参入するというか、参加するような形ができているのであればいいんですけれども、もしできれば、そういったことにも広げていければ、非常にいいのかなと思いました。はい、ありがとうございます。ナラティブックが最初はそのパターンだったんですけども、今ですね、テレビ電話がそこに搭載されたんですよね。ということで、そのナラティブックでオンライン診療ができるようになってますので、いろんな形でその多職種のカンファレンスなんかも、Zoom と同じようにできるような状況になっているので、ぜひお使いいただけたらと思います。はい、他にございますでしょうか。はい、どうも、関先生、お願いします。あまりいじめないでください。秋田の場合、その軍部僻地が一番問題で、そこをやりましょうという趣旨だったと思うんですけれども、秋田市も決して例外ではないと思います。今、全国ニュースでも東京の買い物難民のニュースが時々流れますよね。それと同じことが秋田市でも起こり得ます。私の住んでいる団地などは、バスは1日2本しか来ない。土日はバスは来ない、団地内にコンビニはない、近くのスーパーまで歩けば20分、こういうところに年取って車を運転できなくなって住んでたら、僻地の交通弱者の方と同じようなことが起こりますので、秋田市もぜひ視野に入れてですね、取り組んでいただければと思っております。はい、ありがとうございます。そこで秋田大学が今医療を回すという形で、動いているんだと思います、はい、他にはよろしいでしょうか。では、次に参りたいと思います。